はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか？びっくりしたよね。びっくりした。僕自身今日はですね、AirPods Pro のバーチャルサラウンドの動画をこちら、出していました。しかしですね、Twitter を見てたらね、なんか、あれ？ iMac って新しいの出た？みたいな形になって、で、実際サイト見たらね、iMac 新しいの出てたんですよ、これが。で、今回 iMac なんですけど、正式名称としてはね、iMac 27インチモデルなんですけども、そうですね、ある意味期待外れ、うん、で、ある意味パワフルになったなってところと、まあ、あとすごい選びにくいこのモデルはっていうところが僕の第一印象として感じました。まあ基本的なね、まあスペックおよび違いをねご紹介させていただきます。はい、まずなんですけど、サイズは先ほども言ったように27インチです。これ自身はですね、27インチ、もうずっと、出るんじゃないか出るんじゃないか、早く出ろよ早く出ろよっていうところに言われてました。で、やっと出たなっていうところです。で、解像度は以前出たモデルと一緒で 5K で、デザインなんですけど、ここが僕は期待外れのポイントなんですよね。っていうのが、今回の新しい iMac からデザインが究極に変わるっていう風に皆さん言われてたんですよ。で、僕自身もね、どんな風に変わるのかな、あの iMac がってずーっと気になってたけど、一緒だった。うん、そこがね、ほんとね、今回のこの iMac を買おうかどうかっていうところの一つのね、背中を引っ張られる点になったっていうところですね。はい。メモリーなんですけど、最大 128GB まで積めるようになりました。で、GPU は MAX で Radeon Pro の 5700XT までいけます。で、CPU は第10世代の10コアの i9 までいけるようになりました。で、フュージョンドライブというものが今回から配信になりました。フュージョンドライブって何って皆さん思いましたよね。フュージョンドライブというのはですね、いわゆる Apple が独自に開発した SSD とハードディスクの HDD の合いの子だと思っておいてください。こちらがね、配信になったっていうのはちょっとね、僕ら的には結構痛いなと思います。というのもですね、やっぱりこの Mac、高くするポイントいろいろあると思います。けど、一番ね、高くなるポイントとして、Mac のハードは高いって僕は思ってるんですよね。なんであんなに HDD や SSD がすんのって、自分で改造した方が絶対安いやんっていう風に、僕自身もですね、やっぱこう、自分で自作パソコンを組む人間なので、そう思ってしまうところなんですけど、そこでやっぱりこうコストを省く面でこうフュージョンドライブっていうのがあったんですよ。なのにそれがなくなったっていうところがね、やっぱりこう痛いなーってところがございます。はい。で、今回からまあ先ほど言ったように、フュージョンドライブがなくなったことによって、じゃあどうなのっていうところで言うと、 SSD オンリーになります。で、 MAX8TB まで、導入が可能です。あと、まあ細かな点で言うとですね、ナノテクスチャーガラスっていうものがオプションで追加されました。こちらはですね、モニターとしてバカ高いディスプレイがApple から公式的に出てまして、まあ確かブローディスプレイとかいうやつだったかな、うん、それに採用されているオプションになっております。まあいわゆるですね、ノングレアの仕様になっているって形ですね。iMac 僕自身も昔のやつ使ってたのでわかるんですけど、やっぱね、液晶が綺麗なんだけど、まあガラスだからすごい反射するんですよね。で、そこがまあ軽減されるっていう意味のノングレア仕様のオプションになっております。こちら5万円で付けれることになってまして、で、実際ですね、Mac のプロの方でこれをディスプレイで付けようと思ったら実際7万円かかるんですよ。なので、まあ2万円お得っていう形では、まあ今回ちょっと良かったかなって感じですね。残り変わった点としてはですね、ウェブカムが変わったかなっていうところで、これはすごい嬉しいなってところです。今まで、iMac の端子って何なのっていうところで言うと、内側のね、ウェブカムが 720p までしか対応しなかったんですよ。これってリモート会議する上では別にいいかなと思うんですけど、大体こう YouTube とか撮影する上でやっぱこう 1080p っていうのが重要なんですよね。そこが超えられてないってところが非常に懸念点では、だけど今回から 1080p に変わったっていうところでは、使えるカメラにはなってきたかなっていうところではすごいいいなと思いました。はい。で、まあここまでが基本のまあスペックによる変更点および紹介になります。で、続いてはですね、先ほど僕が冒頭に申し上げた選びにくいっていうところです。まあ選びにくい理由っていうのはまあいろいろあるんですけど、まず一つ目、選びにくいっていうのが、今この時期に出る Mac を買うべきかどうかっていうところなんですよね。先々月ぐらいにですね、Apple の WWDC で、Apple Silicon という Apple 独自の CPU っていうものを開発して、まあ、今後はそれを Mac とか MacBook
Pro とかには載せていくっていう風に言ってたじゃないですか。で、今このタイミングで Apple シリコンじゃない高いモデル買う必要性ってあんのっていうところで、まず僕は選びにくいなと思いました。で、もう一つなんですけど、 iMac には iMac Pro というものがございまして、すごい高いパソコンなんですけど、まあそれとですね、こっち両どっちを買うかっていう風に考えた時に、まあ将来性がある方で言うと iMac Pro なんだけど、 Apple 信者って年数がこうグレートアップするについて買いたいっていう衝動があるんですよね。そこになんかこう今僕たちは向かっていくべきなのかな、どうなるかなっていうところで、ちょっと選びにくいなってところがありました。で、最後3つ目が一番選びにくい点なんですけど、これね、サイトなんですけど作りが非常に複雑です。っていうのが、まあ入り口によってね、選べないものが非常に多くてですね、これ自分が買いたいものが入り口分かってないと買えないんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。じゃあ早速ですね、見ていきましょう。はい、こちらが iMac のサイトになります。で、ここがナノテクスチャーガラスのところです。はい。じゃあ早速ね、購入ページ行ってみましょう。新しいところの購入ページとなっております。まあ、基本的に言うと、これが一番強いモデル。で、これが真ん中のモデル。で、これが一番低いモデルって思っておいてください。まあ、値段を見ていただくとわかると思います。194,800円が、ミニマム。で、これは216,800円がミニマム。249,800円がミニマム。というところで、まあ、わかりやすいところですね。じゃあそれぞれ何がどう、まあ違うのかっていうところと、まあそれぞれ選べるところ選べないところが何なのかっていうところを、まあご紹介させていただくと、まずね、この一番下のモデルはですね、 CPU、GPU、SSD が全て固定になっておりました。選べるのはメモリーのみという形になっております。メモリーは 128GB まで可能になっておりまして、 CPU は 3.1GHz、6Core の i5 で形です。 GPU は、Radeon Pro の5300で、 SSD は 256GB。 これはね、ちょっと SSD 少ないかなと僕的には思っています。で、やっぱりね、このモデルなんですけど、ざっくりね見た感じ、買わなくていいんじゃねえかっていうモデルの第1号だなと僕は思いました。っていうのが、やっぱりこの SSD 256GB に対して最大128までメモリ積んだ場合、これってほぼメインストレージがね、メモリで主役されちゃうんじゃないのっていう風に僕は思っているんですよ。なので、あんまりこれはね買う意味ないと思います。これむしろ買いたい人はどういう人なのかというと、まあウェブのみの使用者ですね。 Hulu とか YouTube とか、あと Netflix を主に専門で見るために買うっていう人です。あとはですね、ローカルでファイルを保存しない人だったらいけると思います。あくまでもこれをデザイナーおよび編集者が使おうって思うもんなら、これはちょっと過酷じゃないかなーって僕は思っている次第です。はい、続いてですね、2番、この一番真ん中のねモデルなんですけど、こちらはですね、 CPU は2つ選べます。 CPU はですね、 3.3GHz の、6Core i5 で、もう一つが 3.6GHz の 10Core の i9 という形になっております。1個前のね、このモデルとの違いっていうところで言うと、まず一番低いところで同じ i5 だなっていうふうに思われた方いると思うんですけど、そうじゃないんですよ。僕がこちらで言ったのは 3.1GHz の 6Core の i5 なんですよね。で、こっちは 3.3GHz の 6Core の i5 なので、こっちの方がね、若干こっちよりも強いです。はい、なので一番最下位を選んだとしても CPU が強いのはこっちだと思っておいてください。はい、で、3.6GB の 10Core の i9 の方はですね、一方こっちの一番いいランクの方と同じ CPU になるので、まあ一番高いモデルを選べばこっちと同等かなっていうところです。はい。で、GPU は固定の Radeon Pro の5300のみ。はい。なので GPU に関してはこの一番安いモデルと2番目のモデルっていうのは一緒だと思っておいてください。で、 SSD はですね、 512GB が、スタートモデルになってまして、 2TB まで、増設は可能です。で、メモリーは 128GB までいけます。で、一番下はね、 216,800円の税別からという形になっています。はい、やっぱりここの価格帯で2万円近くさ、どうしても開いている理由としてはですね、 SSD のまあ一番最下位のところが512っていうところで2倍になりましたよっていうところと、あと、CPU がですね、この1番のモデルよりも若干強くなって
っているっていうところで、そこがやっぱりこの値段が2万円上がった理由かなっていうふうに僕的には考察をしております。はい。でじゃあ続いてですね、この一番上のね最強モデルはどうなのっていうところで皆さん思うと思います。一番最強モデルはですね、もう本当に最強だなと僕は思っています。っていうのも、まあ CPU は2つから選べます。 3.8GHz の、8コアの i7 もしくは 3.6GHz の10コアの i9 というところです。なので、もう一番下で8コアついてるんですよね。これはもうねすごい最強だなって思っている時代です。で GPU は3つ選べまして、 Radeon Pro の 5500XT、 5700、 5700XT まで選べる形になっております。なので一番上のモデルを選ぶとですね、5300が選べないっていうところがまああります。はい。なので5300使いたい人はまあ1 or 2を使うっていう形ですね。それ以外でもいいよっていう方はもう一番上を狙うっていう形じゃないかな。で SSD は512から、最大8テラバイトまで、組むことは可能です。で、メモリが 128GB までいけまし、こちらはですね、ミニマムで 249,800円という形になっております。はい。ちなみにですね、この一番上のモデル、すべてマックスにするといくらになるのか、みんな気になるよね。一番上のモデル、マックスにすると、89万円やっぱり高い、マック。うん。やっぱ夢、ロマンがありますよね、この価格っていうのは。うん。で、まあ、先ほども言ったように、この一番下のモデルは買わなくていい。じゃあ2番3番しか買う、まあ選択肢はないかっていうところで考えると、この2番と3番は何が違うのっていうと、まず CPU が違うっていうところですね。 CPU 強い方を選ぶんならやっぱこっち、 CPU をまあそこまで重視したいのはこっちかなっていうところで、あとは GPU はやっぱりもうこの松がダントツで強い、だから GPU を落とすならこっちって形ですね。であとは、最大のポイント、自分が内蔵ハードをどれくらい必要かっていうところなんですよ。この一番真ん中はマックス2テラまでしか対応していません。なのでもし3テラ4テラ必要な方は必然的にこう一番高いモデルに行かなきゃいけないっていうところなんですよね。なのでこの入り口っていうのが複雑になっているんですよっていうのが、今回の僕が教えたかった選びにくさっていうところなんですよ。でじゃあタカさんなら動画編集してるじゃん、どれ選ぶのっていうところで言うと、まあ僕だったらもうこの真ん中のモデルが一番いいんじゃないかなと思います。この上モデルはさすがに僕ら YouTuber でもまあ本当にすごい人たちだったら使うのかもしれないけど、編集だけをメインにするんだったらこれぐらいでいいと思いますよ。はい。で僕ならこのメモリーをね 32GB とかにして、 SSD は 2TB ぐらいかな、やっぱ必要なのは。うん、 2TB でまあそれ以上必要であれば外付けのまあハードなり SSD なり買うっていうのが一番かな。うん、でまあその構成にした場合ですね、これ 216,800円からぐんと上がりまして 268,600円がまあ一番僕の選んだ編集者向けのミニマムの値段になっております。ちなみにこれ3番の、CPU を重視した GPU を重視した場合のまあ買い方で言うと、389,800円がまあ編集 PC として一番ミニマムかなってところになっております。まあ、こんな感じですね。びっくりしたね、ほんと。まあ、このタイミングで出るっていうのは、まあ、ある意味、アップルさんの挑戦的なところだな、っていうところと、まあ、今回のモデルで、おそらく僕が思うに、インテルの、まあ、このぐらいのね、規模の iMac っていうのはもう最後だと思います。はい。なので、まあ、アップルシリコン気になるけど、私インテル派だな、僕インテル派だなっていう方は、ぜひこれが最後の機会だと思うので、クリックしてやってください。はい。これアマゾンに出てるのかな？アマゾンに出てたらね、僕の概要欄の方に貼っておきます。そして、アップルさんのね、公式ページも僕の概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてください。私のチャンネルではですね、このようにアップルの商品の、まあ、予測及び紹介、あとはファーウェイの商品とかも紹介しております。いろいろなガジェットを紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてください。じゃあ本日はここで終了となります。またね、バイバイ。